ちょっと結構すごい楽観的で、まあ、働かなきゃいけないっていうふうにちょっと思えなかった。遠くの地震があった時はあのちょうど僕自身がちょっと引きこもっていた時期でして、家の中で、はい、まあ、すごい地震が起きたのを覚えてます。こんなことが起きてるのに自分は何やってるんだろうというような思いがありまして、そこで、はい、電話した形です。この最後のこの現地 の漁師さん、現地の方々と交流会をしたんですけども、そこで話した現地の方々がもうとてもあの前向きな発言ばかりしかしてなくて、もうそのことにすごいもうすごいあの心を打たれました。少しでもあの人のためにしてるっていうのはすごいことに対してはすごいなんか幸せというか喜びはすごい感じました。高校卒業して、で、あの大学行かずにあの働きたくなかったのでずっと家にこもってて、でそれが10年ですね、続きまして、親からあの30歳までに家を出ろと言われて、あのはまずあの塾生というかあのスタッフではないですね、塾生ですね、生徒院長になったのが1年半ですね。そうですね、楽しいです。お金にあんま困ったことないんですけど、家が金持ちだったからじゃなくて、日本人はみんな特別にお金持ちじゃなくても大体みんな豊かな生活ができるようになったんですね、この国って。かなりそうなると、まあ、少しずつ今何のために勉強をするのかとか、その人生どうすれば、もう日本人で見ると豊かなんですよ、特にこう豊かさじゃなくて、僕はそのもっと、まあ、生きがいっていうか、日本人の生きがいとかそういうものを追い求めてるんですけど、充実感とか、そういうものがもっと作れるかなってことは、早い時から感じてたんですね。それで感じたことは、日本の社会は豊かだけど、選択肢が少ないな考え方とか、いろんなスタイル、いろんな働き方やいろんなその暮らし方があっていいんじゃないかということで、そういうことを探すようになって、それを研究してるヘルプっていうし、給料は安いけど半分以上休めるっていう就職のサービスを作ったら、どういう人が応募してくるかっていう興味があったんです。やってみたところ、あの実は高学歴の人が多かったんです。馴染んでないっていうよりは、彼らは適応する力も強いので、合わないんじゃなくて、多分自分の中で納得がいかない人が増えてる。仕事にしても若い人たちは60点を目指すんです。で、なんでかっていうと、60点超えても60点超えた以上のボーナスがないんですよ。で、60点を下がると叱られるんですよ。物事は自分だけでは成し遂げられないとか、人と協力しなきゃいけないとか、自分と他人の境界を超えるような、そういう機会が乏しくて。